はい、こんにちは。沖縄おばばです。ここで一人ぐるぐる言ってます。はい。ねはい。で、向こうにいます。はい。で、こっちにもいます。はい。集まってますね。はい。えっ、ー、とですね。皆さん、あれですね、あのー、<laughs> あのー、はい、えー、ね。沖縄おばばは今、三毛山攻撃にやってます。三毛山攻撃。はい、はい。 はい。<laughs> はいはいはい。えっ、ー、と、雑談と参りましょうか。えーとですね、実はコメントにね、興味深いというか、えー、注意しなきゃいけないなと思っていたコメントがあ,ありまして、どうやら、港区ですね。当の京都との、当の京都の港区です。はい、えー。港区のスーパーからね、 缶詰のコーナーがなくなってると。はい。えー、缶詰を大量に買ってる人がいるということですね。はい。どういうことなんでしょうか。ああ、まあ、備蓄なんでしょうけど。はい。えー、港区といえばそうなんですよ。皆さん知ってる人は知ってますけど、港区というとね、あの、タイの士官ですね。タイの士官が集中して集まってるところです。はい。えー、アザブなんかもね、アザブマーケットなんかもありますよね。 はい、えー、港区というとね、タイの士官が非常に多いところです。はい。えー、もしかしたらこういった人たちが、えー、缶のズメズメをね、えー、買ってるのかもしれません。はい。えー、撤去されたと、おなんか、なくなってしまったというね、缶詰のコーナーが。はい。そういった報告が上がってきておりました。これはちょっと注意しなきゃいけないことですね。 はい、えー、タイの士官は何か、もしかしたら何か聞いてるのかもしれないですね。えー、まあ、そういうことはね、日本側に、ほぼほぼ流れてきませんから、はい。えー、こういう話はあれなんですけどね、あの、例の、あの、東日本大震災の時ですね。はい、えー、例の、東日本大震災の時もね、えー、大使館の人たちは早かったですからね、情報が。 で、フランスの大使館だっけいち早くね、要素材とかね、配ってましたからね。はい。まあ、そういうことです。えー、タイの士官がいっぱいあるところですからね、大使館が、はい。港区はね。えー、なので、えー、特にね、白金台とかね、非常に多いですよね。えー、なのでね、もう、本当何か、 あ、聞きつけてるのかもしれません。あの、大使館の勤務しているね、ええー、人たちは。はい。日本にはね、こういう情報はほとんど入ってきませんけど、まあ、これはね、東日本大震災の時も一緒でした。はい。ええー、タイの士官の人たちは何か聞きつけてるんでしょうかええー、そう思います。あのー、缶詰のコーナーが、あー 拒否されたっていうか、亡くなったっていうのはものすごいことです。はい、えー、ありますからね。缶詰の子がね。まだね。あのー。 こっちの方にはね。はい。そういうことでございます。はい。えー、なのでね、なんか備蓄に走るような要因が多分あるんじゃないかと私は思っています。それもね、タイの士官の人たちの住む地域ですね。その地域のスーパーの缶詰のコーナーがなくなっているっていうのはかなりなことだと思ってます。私。はい。そういうことなのでね、皆さん、あのー、とりあえずね、 えー、まあ、数ヶ月食べる分あれば、なんとかなると思います。はい。えー、数ヶ月、まあ、2、3ヶ月かな。そのぐらい食べる分は、まあ、備蓄しておいてください。はい、お願いします。えー、まあ、ちょっとね、えー、情報があ、コメント欄だったんですけど、すごい情報だったんで、えー、皆さんにお伝えしとかないとなと思ってました。はい、それからですね、 えー、今日ね、桜猫ちゃんとこ行ってきてね、非常に可愛かったんですけど、帰りね、やっぱり歩いて帰ってくんですけどね、1時間弱ぐらいの道なんですけどね。そこをね、歩いて帰ってくるんですけど、お途中でね、あのー、いわゆる、あのー、修学旅行かな中学生のね、えー、一行と、あの、すれ違いまして、えー、多分ね、歩いてね、国際通りまで、 出るつもりなんだろうなと思います。えー、その、ちょうど10分ぐらい、国際通りから10分ぐらいのところで、えー、すれ違ったんですけど、久しぶりにすごい匂いをまた嗅いでしまって、あー、もう、本当にね、家に帰ってきてからね、もう、いなんていうのかな。あー、全身着替えて、シャワー頭から浴びて、 えー、なんとか耐えられるかなと思ったんですけど、吐き気がすごくって。はい、えー、まあ、は、まあ、何も食べてなかったんでね、吐き気はしませんでしたけど、まあ、久しぶりにすごい匂い嗅ぎました。はい。今回の匂いはね、またすごくってね、なんて言ったらいいんだろう。あの、本当にね、ある人が言ってましたけど、化粧品の腐った匂いです。はい。化粧品の腐った 匂いいがすっごししました特にあの、女の先生ですね。女の先生が3人いたんですけど、お列の後ろの方にね。です。あのー、もうすごい匂いがしてきましたね。で、まあ、それ、も離れててもすごい匂いなのに、子供たち平気なのかなってすごい心配になりました。まあ、中学生ぐらいなんでね、もしかしたらね、 えー、ちくわのかまぼこパクパクパクって食べちゃってる人なのかもしれないですけど、それにしたってね、勘弁してくださいよって思うぐらいね、すごい匂いです。はい。もう本当にやばかったです。もう、それからね、えー、ご飯食べてね、えー、動画撮ってね、えー、もう本当にね、もう疲労感がどっと出て、えー、そして膝もなんかおかしくなって、 えー、今ね、ちょっと膝は湿布してます。はい。もう、本当にあやめてほしいですね。ああいう、ああいう、なんか、すごい匂い。<laughs> はい。まあ、やめてほしいって言っても、どうしようもないのかもしれないです。もしかしたらね、その方たちはもう、3回のね、ちくわかまぼこ食べちゃってるのかもしれないです。先生方なのでね。あよく耐えられるなと思ってますあ。周りの人たちが。もう一瞬で気分悪くなるようなね、 えー、なんて言うんだろう。ファン、ファンデーションですね。ファンデーションのね、腐った匂いです。はい。すごい匂いです。はい。酸化したファンデーションの匂いがするんですよ。もう、本当に気持ち悪くなります。はい。ああ、まあ、というわけで、えー、注意しましょうね、ということです。はい。ああ、まあ、ちょっと、なんて言うのかな。えー、古外、なんて言うのかな。もう、お外なのでね、 マスクつけてなかったんですよ、私。それもちょっとね。えー、まあ普段ね、酸欠になるし、人通りも少ないんで、まあほとんどマスクする必要ないんですけど、たまにそういうのに出会うんですよね。もう家にか帰ってきてからめちゃくちゃ吐き気してね。えー、疲れるし、膝は痛くなるしね。やばいな、これって思いました。はい。 ね、えー、ちくわかまをご三回目の人たちには本当に注意した方が良さそうです。はい。えー、ということで今日はちょっと港区ですね、港区のースーパーからね、缶詰コーナーが撤去されたというね、なくなってしまったというお話と、あと、まあ、ちくわ三本目の人たちの放つ強烈な匂いについてお話しいたしました。はい。まあ、とりあえずね、あのー、帰るうちに、えー、缶詰類はね、 たくさん、あの、買っといた方がいいかもしれないですね。はい。なんかね、あの、本当に、あの、大使館の人たちの住む地域みたいなので、えー、なんか聞いてるかもしれないです。はい。えー、それではね、どうぞ、あの、皆さんね、準備だけは抜かりなくしてください。はい。それでは皆さんまた、ごきげんよう、沖縄おばばでした。